順承高等女学校は、かつて、岡山県上房郡高橋町大浅井和町に、いました私立の高等女学校。設立者は、福西志恵子。現在の岡山県域内において、最初に設立された女学校とされている。順承寮跡岡山県指定史跡1921年には、岡山県に移管されて、岡山県順承高等女学校となり、 1943年に岡山県高橋高等女学校に学生改革を経て1948年に岡山県立高橋第二高等学校と度重なる改唱を経て1949年には岡山県立高橋第一高等学校と統合されて岡山県立高橋高等学校院が長文校となった統合に伴い の県により伊賀町文庫の廃校を求められたため、本学卒業生を中心に、その存続を求める市民運動が起こされた。このことにより1966年に本学跡地の管理団体として高橋学園が発足した。高橋学園は翌年の1967年に文部省の認可を得て学校法人となり、 同学園によって伊賀町校舎の設備を活用するための更進校として私立短期大学である殉承短期大学が設立された。福西湿子は1881年12月に私立向町裁縫所を設立し、1885年1月には裁縫所を殉承女学校に昇格させた。福西が1897年に死去すると、 伊吹岩五郎と河井久子が福西の後を継ぎ、1898年11月には文部省から財団法人の認可を受け、1899年には公明を私立高橋純小女学校に改称した。財団法人化によって岡山県や上防軍からの公的助成金を受けやすくなった。1906年には、 日垣し右岡山県知事が県営への遺憾を求め、この際には県知事の交代によって遺憾話が流れたが、後度重なる県からの要請により1920年には、淳商女学校側が慎重に検討した上で、公明に淳商の二文字を含めること、職員の留任などを条件に県営遺憾を容認。このことによって県の指導で運営法人は解体された。 こうして1921年には、岡山県淳商高等女学校となった。後1943年に国及び、県の指導の下で上記の遺憾条件の一つであった、はずの淳商の二文字が破棄され、岡山県高橋高等女学校と解消。1948年に、岡山県立高橋第二高等学校となり、1949年には、 岡山県立高橋第一高等学校と統合されて、岡山県立高橋高等学校伊賀町校舎となった。高橋高校時代においても伊賀町校舎は、殉正女学校より続く家政化の拠点として、使用され続けてきたが、岡山県では高橋高校の統合の前後から断続して、 県立高校の統合再編成が行われており、県教育はその最後の大なたとして、高橋高校化成果の本校統合と伊賀町校舎の廃止と閉鎖を決定し、高橋氏に通告した。このことにより本学卒業生及び本学、在地域住民を中心とした署名活動と市への陳情が行われ、伊賀町校舎は閉鎖とともに、高橋氏が買い上げることとなった。 その管理団体として、高橋学園が設立され、引き続き市域の学問拠点として活用し続けていくことが決定した。この経緯により1967年に、岡山県立高橋高等学校伊賀長文校舎は廃止されたが、同時に同地に、殉承短期大学が新設され、殉承の名は継承された。括弧内は、青年ではなく、 在任期間、重症高等女学校より遠隔と、卒業生の身分証明を引き継いでいる学校。下記防流行新校とも交流連携関係を持つ。重症高等女学校より、同校の設備及び、重症の名称を譲り受け継承され、それを保持管理している学校。学校法人重症学園によって設立。ありがとうございます。